ポンデケージョポンデケージョは、ブラジルのミナスジェライス州で生み出されたパンの一種。名前はポルトガル語で、チーズパンの意であり、日本ではわけそのままにチーズパンとも呼ばれている。期限がいつ頃かは定かでないが、18世紀にはすでに存在したと考えられており、1950年代頃から、ブラジル全土に広く普及し、今日では、パン屋はもとより、街中の軽食店から、バー、 空港や長距離、バスターミナルなど、あらゆる場所で目にする食べ物となっており、専門に扱うチェーン店も存在する。家庭でも作られ、地域差はあるが、朝食の定番の一つとなっている。一般的にコーヒーとの組み合わせで食べることが多い。表面はパリッと硬く、中は柔らかいという独特の食感と味わいがある。キャッサバ箱、鶏卵、塩、牛乳。 食用油、チーズを材料とし、アメリカ合衆国風ビスケットにも煮る。大きさは4から7センチメートル程度のものが主流である。レシピは必ずしも統一されておらず、チーズをはじめ使用する原料の種類にも影響されるため、結果的に味と種類は多岐に及ぶ。主なバリエーションとしては、砂糖を使ったものや、その逆に塩を使ったもの。 あるいは砂糖と塩の両方で味付けしたものなどもある。ブラジルの会社により、ヨーロッパ、他のラテンアメリカ諸国、アメリカ合衆国、日本などにも進出している、ブラジル発の世界商品という側面も持つ。同様の料理は、南米の他の国にもあり、ボリビアでは、クニャペ、アルゼンチンやパラグアイでは、チパと呼ばれ、いずれも庶民の食べ物として親しまれている。日本においては、 米粉や白玉粉などでの調理が試みられており、白玉粉のものが見られる。ありがとうございます。